聖火シリーズは、アメリカの SF 作家、デイビッド・ブリンによる SF 小説シリーズである。長編4本、短編3本が発表され、長編の日本語版は、坂や木の部の訳により、早川文庫から観光されている。超高速候補を開発し、太陽系外に進出した人は、超空間を通して繋がっている5つの銀河系が、列強所属と呼ばれるいくつもの、 異種生命体たちによって制覇されていることを知る。それら列強所属は、純知的生物を知性化して、自らの重木、類族都市、彼らの種族として君臨していた。列強所属自身、かつては類族であり自らの主族によって知性化された存在であった。知的生命体はすべていずれかの主族により、知性化されたもので、 その知性化の流れは20億年以上前の伝説的な存在、始祖によって始められたとされる、岡すべからざる神聖なおきてであった。始祖以来のあらゆる知識が蓄積されているという、ライブラリーにも始祖を除いて、いて独力で超高速高校を達成した種族は全く記録されておらず、むしろありえないこととされており、列強所属は、種族を持たない人を異端視し,しながらも、すでに、 チンパンジーとイルカの知性化に手をつけていた彼らを種族として扱わざるを得なかった。比較的穏健な2.3の種族系列の助けによって、アースリングはいくつかの太陽系外惑星に植民することを認められたが、列強の多くは、好きあらば彼らを征服するか滅ぼそうとしていた。シリーズが進むにつれて、知性化は、 中途半端に知性を持ってしまった生物による環境破壊、とりわけ同じ惑星に住む他の生物を絶滅させてしまうことを防ぐための手段でもあることが明かされてゆく。酸素大気惑星は厳住生物のもので、そこに植民する種族は惑星を領有するのではなく、一定期間対応されるだけであり、惑星全体の環境や知性化可能段階に、 達していない生物への影響をなるべく抑えなければならない。対応期間が過ぎれば可能な限り現状回復した上で退去し別の種族が植民するまでは休館期間が設けられる。列強所属の代表からなる植民協会がそれを管理しており他にもライブラリー協会や地政化協会などが存在する。列強所属はすべて酸素呼吸生物だが 地聖火の嵐の終盤には、水素呼吸生物やさらに奇妙な生命形態も登場する。第一作、サンダイバー以外は、登場人物たちが複数のグループに分かれ、それぞれのグループの行動が絡み合いながら、ストーリーが進行する。サンダイバースター態タ度ライジング地聖火戦争、地聖火の嵐三部作変革への序章戦乱の、第一聖火への楽園を多くの種族は、 その先祖が順地的生物にまで進化した惑星の名前が付けられる。正式名称は種族自身を表す名の後にその種族の主族ないし、元種族、その種族の類族ないし、元類族などを並べる。例えば、A という種族の正式名称が A イコールュイコール、B イコールュイコール、C イコールュイコール、D イコール呪イコール、 x イコール種イコール y イコール種イコール z ならば b は a を知性化した種族 c は b を知性化した種族 d は c を知性化した種族でこの系列で現存する最後の種族 x, z はいずれも a に知性化された種族である類族は原則として自らを知性化したも族に対し10万年の奉仕義務を負う人は原則を無視して チンパンジーやイルカを自分たちと、ほとんど対等に扱っているが、彼らの知性化を始めてからまだ数百年しか経って、いないため、遺伝子操作や血統による選別は続けている。他にネオドックやネオエレファントなどを生み出す研究も計画されていたが、人が銀河社会に受け入れられる代償として、地球出身の純知的生物を新たに知性化することは禁止された。 クレーバーを除く6種族は、族際連盟を構成している。地政化戦争までは、列強所属と表記されていたが、地政下の嵐で、列強所属に変更された。族、族を含む他の単語も同様。陶器時代では、族に統一する。ありがとうございます。